ね、今知ってびっくりしたんですけど、森拓くさんが余命2ヶ月だってね、まだ66歳だよ。ついこの間までね、テレビで元気に振る舞っていたのにな。なんか、千葉祐介とかはなんかさ、タバコ酒とかでさ、体をね、痛めつけてるからしゃーないなとは思うけど、森田くさんはそういうタイプじゃないでしょ。なんか、若いからね、まだ66。子供もいるしね、せっかく東大出てね、 この成功してるんだからね、経済アナリストとして。もうちょっと生きてほしいなって正直思いますね。ただ、ステージ4なんだよね。浅見ゆまとかさ、ボクサーの竹原とか、ガンからね、生還した人もいるじゃないですか。あと、笠井アナとか。なんとかね、あの、そっちになってほしいなと思いますね。まだね、若い、キキキリンとかだったらまあわかるんだけどさ、 なんとかね、これ頑張ってほしいな。だから、この人がさ、こっから生還すれば、他のさ、その癌の患者に夢と希望を与えられるじゃないですか。って意味でね、まあそういう意味でも、その、なんか生還して盛り返してほしいなと思いますね。まあ以上です。どうもありがとうございました。